会う。守備はどうだった？私たち許していただけましたか？何があったのかしら。さあ、はい、どうしても決着つけなくちゃいけないからって。それがほのかさんとゆきのさんなんです。わかりませんけど、なんでもかけっこが早いのはどっちかで決めようってことになったみたいで。
人の女の情念が戦いの大海原と化した川べりで今まさに激突しようとしております。エンジンパワーは体格に恵まれたほのかが圧倒。しかし足回りの回転数は小柄なユキノが上、決して侮れません。あなたの夢は鶴のほのかか金魚のユキノか、私の夢はキュートでセクシーな犬のチョコちゃんです。実況アナウンサーだよー。コースは川べりの直線 50m、 天候は晴れ、ダートの両馬場です。ズバリどちらと予想されますか？でもたかしはどっちがか結構早いと思う？僕はほのか。僕が当たったらアルバトロスで何か起こってね。絶対負けないからね。せっかくだからスタートの合図はタカシがやってね。両者スターティンググリッドに着きました。わずか10秒の後、領有を待ち受けるのは歓喜か、それとも絶望か。
速さなら絶対負けないのに。仕方ない、負けは負けだわ。今夜のテレビのチャンネル権はゆきのちゃんのものよ。私にだってたまには見たい番組があるのよ。さあ、雪乃選手は決勝のドーム大会へ向けて順調なスタートを切りました。果たしてクイーンオブクイーンズ、ユキノを阻むものは現れるのか。すべては小さな女王ユキノ選手を中心に動き始めました。
いね。外に出てごらんよ。すごいから。なんかさ、こう雪を見てるだけでワクワクしてこない？そんなつまんないこと言うたかしはこうだ。ここまでおいで。たかしさん、もうそろそろ家を出ないと遅刻しちゃいますよ。ですけど、この雪の中では登校にどれだけ時間がかかるかわかりませんよ。
急に渋い顔しちゃって。
ずいぶん重くなってきたからね。頑張って。作ってんの？なってる。雪だるまは作ることにこそ意味がある。皆さんお疲れ様。早くお風呂に入って体を温めてください。夕飯は味噌煮込みうどんですよ。味噌煮込み？想像しただけで腹減ってまってかわ。ゆきの、とっとと風呂入るまい。
ちょっと待った！魔界旋風、魔女のお姉さん、お呼びとあらば即参上。またまた、本当は知ってるくせに。それはそうと、今日はチョコもサツキもユキノもホノカもちょっと借りてくわね。どうしてもあの4人に手伝ってもらわなきゃできないことがあるのよ。今日じゃないとダメなのよ。お願い、分かってね。君ね、魔界からやってきた魔女がいちいちクリスマスに配慮して何かすると思う？そんなことしたら自己否定もいいところよ。あの子たちも私の弟子である以上はクリスマスイブだろうが何だろうが私に従ってもらうの。私、間違ったこと言ってる？じゃあそういうことで、早速借りてくわね。ほら、野郎ども、労働の始まりだぜ。Thank you.